旧ステアは、タカラトミーより2006年9月を皮切りに順次発売されている赤外線リモートコントロールの自動車模型。チョロ級をモチーフとし、大きさ的にもチョロ級とほぼ同サイズを実現している。超小型、超高性能の S、テックシャーシュが最大の特徴で、基本的に全車種共通の動力性能となっているが、モーターとギアには、 ハイスピード版も用意されている。車種によっては、ドリフト走行や、のこのこ走行するための特別な降臨パーツが、同梱されているものもあり、これを、既存車種に取り付けて遊ぶことも可能である。チョロ級と同じ3から4センチメートル四方のシャーシに、ステアリング機構、サスペンションモーター、コントロール基板などを内蔵している。バンドは、AD の4種類あり、 最大で4台での同時走行が楽しめる。ただし車種側で選択できるバンドは1車種につきにバンドにしか対応していないため、同じバンド選択グループの車種の場合は同時に2台しか走らせることができない。4台同時に走らせるためには、それぞれ2台ずつ別のバンドグループに属する車種を選択する必要がある。Q ステアは小型玩具であり、 ボタン型電池を利用するため、部品をインジコ防止の観点から、対象年齢は8歳以上とされており、同梱の取扱説明書には、3歳未満のお子様には、絶対に与えないでくださいと、明記されている。それでも外れやすい構造の後輪パーツには、飲み込み防止コーティングが施され、舐めると苦味を感じるようになっている。このシリーズの技術は後にちょろ急ハイブリッド。でも、 大幅に改良されて採用し、全米イタイプとは別のリモコンタイプとして使われるようになった。コントローラーも手の中に収まるほど小さく、俗に言う、マッチ箱の大きさで、上部に赤外線発光ダイオードが埋め込まれている。左側に前進、後退、右側にステアリングを切るためのボタンがついている。右上部にはダッシュボタンがあり、スピードを変えることができる。 電池は裏側にネジ止めされている蓋を外すと交換できるが、このネジは精密ドライバーないし、メガネ用ドライバーを使わないと回せない小さなものである。側面にはストラップ取り付け用の穴が開いている。また、下部には、キュースター本体のバンドを切り替えたり、電池交換の際に必要なアジャスタースティックが内蔵されている。なお、コントローラーの方は、 本体と違い AD のすべてのバンドに対応している。コントローラは、スターターセットおよびレーシングセットにのみ付属で、車両単品には付属しない。コントローラは専用のコントロールアプリをダウンロードすれば、携帯電話でも代用可能で、現在は、ドコモと AU の機種でダウンロードが可能である。しかしながら操作性はお世辞にも良いとは言えず、 スターターセットのコントローラを素直に使った方が無難である。電池は車両、コントローラともに LR44 を2個ずつを使用する。14種発売したところでラインナップを更新する。これは生産ラインの都合らしく、前ラインナップであまり人気のなかった車種を上書き入れ替えするような形で更新される。更新後は前の車種の再生産は今のところ不明で、 チョロ級シリーズで生まれたコレクション性に近い傾向も見られる。車種名後のまた母対応版の発売中のラインナップハマー黄色モデルとコントローラー左手前の100円玉は比較用。絶版車限定版上記のキューステアは2007年東京モーターショートミカチョロ級コーナーで発売された限定車種。コペン以外は現存したキューステアのカラーリングを変更し、 フロントウィンドウに東京モーターショーのロゴをプリントした。発売予定車両のみの販売。車両だけでは遊べないので他のコントローラーを用意するか、もしくは携帯電話のアプリをダウンロードする必要がある。スターター第1弾の6種のカラーバリエーションの6種が発売されたが、その後の新車種発売のアナウンスなどは一切されておらず、今後のさらなる新展開があるのかは不明である。 車両コントローラが2つずつ入ったセット。レーシングとあるが、車種はレーシングカーに限定されてはいない。プラスチック製のパイロンが5個付属。また、コントローラは、スターターのものとボタンの色が異なる。ワンマットサーキットセットの場合、車両は1台しか入っていないが、遠赤、ハイスピードギアユニットスピンタイヤユニットが2つずつと、さらに高素図が付属している。バンドは、 前者が A、B、後者が C、D 発売予定スターターセットに加え、性能アップパーツが付属している。なお、性能アップパーツは、すべての車種に装着可能。ハイスピードギアは、モーターのギアを調整して、スピードが上がり、ハイスピードモーターは、モーターの回転数を上げることで、スピードが上がる。スピンタイヤユニットにはパイロンが4つセットされていたが、 S q s h 0 6日産 GT-R 以降のセットにはパイロンは同梱されていない。発売予定、タミヤの RC カーと Q ステアが合体。第1弾は2007年11月に発売。なお、シナ版は QS ではなく TS である。車体の電源は従来のボタン電池式からコントローラー側の乾電池を使って充電するニッケルカドミウム蓄電池に変更された。 50秒で充電し、約2分の走行が可能となっている。シャーシの最大の特徴はこの電源の変更のほか、前輪と後輪にそれぞれサスペンション構造があり、またタイヤも、タミヤ RC オフロードカーの特徴的な大きな凹凸のあるものに変更されている。ただし、精密機械なのでオフロードでの走行は避けた方が、無難で、卓上や床の上に様々なものを置いて、 障害とするような遊び方に向く。コントローラーは単四管電池三本を電源とし、左側にカバーに覆われた充電端子を備え、扱いやすさを考慮し、従来のーステアよりやや大型化された。なお、コントロール用の赤外線信号自体は従来、ーステアと共通なので、コントローラーと車体のバンド設定さえ合わせれば、どちらのコントローラーでも相互に利用可能である。 通常の Q ステアが A、B バンド、または C、D バンドに切り替えが可能なのに対し、タミヤ RC、バギーシリーズはバンドが固定である。ディズニーとピクサー製作の車映画、カーズとコラボ。品番に P が付く。ニンテンドーのマリオカートウィーとコラボレーション。なお、障害物はパイロンではなく、コーラやバナナになっている。また、ドリフト走行を再現するため、 全ての製品にスピンタイヤユニットが付属している。ちなみに、シナバンは MS である。ありがとうございます。